そんな恥ずかしいです。なんで？ずっと何年ぐらい？大学の時。大学4年間です。やろうと普通思わないもんね。いや、それも動機はダイエットなんですよ。うん。最初並木道、高校の時に太りすぎて、うん、スカート、高校のスカートのホックが弾け飛んで、隣に座ってた男の子のおでこに当たって強烈だね、それで、流血するっていう流血したの怪我を負わせた。そう、事件があって、ついに自分のデブが人に危害を与えるようになってしまったと思って、で、高校、大学入る時に痩せようと決心したんですけど、うん、自力じゃ痩せられないから、並木道歩いてたら、すごいなんか必死に勧誘してる水泳部の、その飛び込み部門の先輩が2人いて、で、声かけられて、やらないって言われて、痩せますかって聞いたら、痩せるし、10メーターの飛び込み台の上に1人で水着で立って、さらし物にされるから、うん、絶対痩せるって言われて、うん、じゃあやるって言って入部したんです。動機めっちゃ不純です。だってさらし物されて痩せるわけでもないもんね。でも実際私元彼が隣のプールにいたので、うん、すごい痩せました。あ、やそれが、まあ、モチベーションになってるってことですね。そうですね。ああ、なるほど。でも今痩せないとそもそも飛べないので。あ、そうか。なんか豚みたいな転がってる部分回らなきゃなんないしね、うん、回転で。そうですね、体操ですもんね、あれね。そう、うん、体操の練習もするんでしょ。します。トランポリン、トランポリンあるもんね。あ、うん、あ、そう、床とかちょっと今の部分使うかどうかわかんないですね。一応回ってました。一応回ってた。回ってましたけど。あれ水泳部の飛び込み部門なんだ、はい、飛び込み部があるわけじゃなくて水泳部なの。水泳部今日やってる人もいればみたいな、はい、4部門あるんですよ。部長です。あ、そうでしたね、はい、飛び込み、競泳、それから水球、水球、はいはい、あと葉山って言ってるんですけど、うん、海を泳ぐのと海洋遠泳、海洋遠泳と日本泳法両方やってるんですけど、うん、まあ、それがちょっとユニークで、うん、多分慶応し、日本では慶応しかないし、日本泳法だから多分世界で慶応しかないと思うんですけど、うんうん、両方やってるのは。なるほど、うん、まあそこがね、最初のご縁だったもんね。そうですね、うん、あ、その時から知ってるんですか。だって水泳部長だったし、はい、あ、でまさかその後に大学院に入った。そんな大学来るとなんか夢にも思ってないよ、はい、当時は全然思ってないし、うん、私は主務として悪いニュースがあった時に先生に報告するだけです。それが仕事だったんですよ、はい、うん、それぐらいしか部長、大会の部長ってそんなに普段接してるわけじゃないんで、うんうんうん、あとリセプションとか納会とか新刊とか、はいはい、そんな時に会うぐらいで、うん、あと何かスタートだったんですね。そうそう、もうスタートと思ってなかったけどね、うん、当時はね。こんな私も思ってなかったです。こんな関係になると全然思ってない、うん、偶然。それともやっぱり、まあ、井上先生いるしみたいな選び方もあった、うん、ありました。それあったの。ありました。まあ、やっぱり言語学の授業を教職の過程で取って、うん、面白いなって思って、けど多分それだけだったら多分先生に話しかけてなくて、あ、部長でなんとなくなんか話しかけやすいのも知ってたから、うん、話しかけてみようかなと思って話しかけたのがきっかけでした。え、最初どうやって話しかけたっけ。話しかけたっけ。連絡しましたね。連絡したよね、はい、あ、そうだそうだ。しかも、うん、なんか先生のメールアドレスがよく分かんなくて、はい、私は同じメール4通くらい送ってるんですよ。あ、本当。まあ私いろんなアドレス方々に散らばってるんで、まあ、みんなどこにみんな同じとこ来るから大丈夫なんだけど、うん、まあ、そうだったっけ。でこれ前にその出てもらった時に、うん、話したか分からないけど、一回、仕事もされてるんですっけね。そうですよね、うん、そうですね。何年間学部出て、4年間。あ、4年間、はい、企業で会社で働いて、はい、で戻ってくることにしたっていうのは割と計画的。 どれくらいの段階から、その4年間の収支は結構計画的で、いつか戻ろうみたいなのを早めに考えておいた。いや、3年目くらいの時、2年目か3年目の時から教職課程やってて、いつかは絶対に、うん、実習
を受けなきゃいけなくなるので、さすがに仕事を3週間休む理由って、なるほど、なんか骨折するかなんかしないと無理だなと思って、うん、結構なんか継続しながらやる方法を考えたんですけど、うん、急に家族が亡くなったことにするとか、うん、なんかいろいろ考えて、うん、けどなんか無理だなってなって、で退職することにして、で教員免許をまず取得して、うん、で教員免許取得してから専修免許にしたかったんですよ、うん、で専修免許にするには修士出るしかなかったので、うん、それだけの目的で修士に最初は入りました。じゃあ基本は、教員になるみたいなところがやっぱりあって、うん、中高の先生になろうと思って。ああそうなんですね、うん、そうなんですよ、うん、で私もあの中高 の, あの彼女の母校 の, あの教育実習校長先生、はいはい、コミュニケーションはあるんで、はい、いやいい子います、当時ね、当時あの中高の先生になると思ってていやいい子いますよ、ちょっと待っててくださいって、で向こうもなんか期待してくれたら、途中でやっぱ中高の先生が辞めたって言って研究者の道行くっていうんで、で後があなんか行かないみたいですみたいな感じで、そういう話。それはその教員になりたいっていうのは大学時代、学部時代からも一応あった夢なの、なんか高校くらいの時から漠然と教員いいなとは思ってたんだけど、その大学学部では別にそういうのは通らなかった。もう学部はプールで毎日飛び込むのに忙しかったしね、法学部だったし、うん、うん、もう全然あの遊んで4年間過ごしました、うん、あ英語の先生ってことですかじゃなく、何ですか、あとその教員目指すって場合、教科そうですね、英語を目指したんですけど、大学4年間は1年目の時はまだ教職課程考えてたんですよ。うーん、でも法学部だし、うんうん、単位がそれこそもう1学部出直すくらいに結構大変だったの で、うんですねうん、ちょっと厳しいと思って、うん、でそこまですごい教員になりたかったわけでもなかったので、うん、じゃあもうやめようと思って、なるほど、で一般就職したんですよ、うん、で仕事がすごい楽しかったから辞めるのすごい惜しかったんですけど、うん、長い目で考えた時にやっぱり教員やりたいかなと思って、うん、仕事もちゃんと楽しんで、ね、すごい楽しかったんですやってて、うん、まあそれはね、だ結構仕事辞める時もなんで辞めるのとかって聞かれて、まあなんか、まあ、有能そうなのも目に入るんですよまあ聞かれて、うん、なんで辞めるの理由はって言う時に、うん、いや本当にこの仕事には何の不満もないですって言ったのは結構本心で、うん、あ本当に不満はなくて、なるほど、ただ新しい職みたいな、うん、今どうですか、こう後悔ありますか。いやないです。あない、すごい楽しいです。あ本当、教員でもないですね、だからさらに研究者の道みたいなところ、うんうん、そうですね、うん、まあ、大学で今教えてるので、うん、でもなんか大学行きたくないなと思った日一度もないです。ああ本当、毎日楽しい。彼女はね、なんかいろいろ話聞くと、まあ非常勤講師なんで、もう本当にいろんな学校行くんですけど、うん、すごいんですよ。もう本当になんか工夫の仕方と学生の引き付け方と、はいはい、ちょっともう私全然真似できないですけど、もうなんかあの多分学生の何ですか、顧客満足度すごい高いいや高そうですよね、ちらちらと本当ですか、何でも聞いていいよコーナーあそうなんですとかやってるっていう、はい、あのタブーなし、あそうです、タブーなしで授業の最後に、うんうん、質問コーナーやってて、うん、その日に書いた質問を翌週の授業の初めに全部答えるっていう、うん、お本来は例えば英語の授業だったら英語の質問とかいう、うん、あれでしょ、うん、期待は、うん、だけど全然関係のないあの個人的なこととか聞かれてもタブーなしという、うん、はい全部答えてますね、変質してきてるとコーナーがあーそれでも答えちゃう、全部答えると本音が吸い上がってくるんです、うん、なるほど、全部答えていくうちに本当に相談したいこととか、うん、本当に悩んでることとかが上がってくるから、ね、うん、それいいとしたの、あそうです、えらい、あすごい、だからもう何でも答えるっていう、まあ、言葉悪いけど非常勤講師なのにねそこまで面倒見てあげる数字合いはないのにね、本当はね、あ本当ですか、
だって非常勤講師は普通その駒に責任あって、うん、今いい授業してあげるのは責任あるかもしれないけど、そんなことまでするサービスっていうか、なんか興味かもしれない、あ人間に対する興味、あなるほどね、うん、あそこはあるね、それはあるんでしょう ね、圧倒的になんかあるの感じますもんね、うん、すごい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 、うん、あそれはあのまあ私はあんまないんだけどそれすごいなと思った、あなるほどね、だから本当になんていうかね、研究者としても優れてるんだけど、あのティーチャーとしても、うん、教える人としても本当に素晴らしいな、うん、そんな褒めていた、あらゆるレベルの学生に対応するから、うん、そんな恥ずかしいです、なんでこんなかすれた声で恥ずかしいですいやこれついこの間じゃないですか、別の、うん、小笠原さんの時ですかね、小笠原さん、あの我々あの、うん、まあ、教員ってことになってますけど、うん、別に教えるの好きじゃないよっていう人もいっぱいいるとかいう話をなんかしたのついこの間の話ですね、この前のね、うん、今流れてる、はい、まあ、ちょっと今更ですけど、言語社会科がご専門っていう話でしたけど、言語社会科ってそれ何ですかみたいな感じの方もいらっしゃるかもしれないんで、はい、うん、言語社会科ってどういう研究分野なんですか。基本は言語を通して、うん、何か新しいことを始める人が先にそれを始めてた人から学ぶ様なんです、うん、なるほどね、あそれ定義として、はい、なるほどね、うん、なので、うん、別に子供と大人とか、はい、そういうのは全然関係なくて、はい、例えば、うん、陶芸教室で、うん、新しく陶芸を習う大人が、はいはい、その他の陶芸の先輩から、うん、陶芸を習うとかも言語社会科なんです、うん、なるほど、いや 今までの話に言語が全然出てきてないんですよ、うん、で訓練とか、うん、いうことなら分かる、うん、なんか社会学のテーマ、うんうん、まあ多分社会学のテーマだと思うんですよ、文化人類学、うんうん、まあ、で言葉がどう出てくるのかっていうのは今その例えば、うん、陶芸習うときにこういうふうにやるんだよっていうふうに指示するとするじゃないですか、うん、こういうふうに粘土置いてねとか、うん、それって文化によって言い方が全然変わってきたりするんです、うん、例えば日本人だったら、うん、そこに粘土置いた方がいいと思うよとか、うん、なんか置いたらどうかなみたいな言い方すると思うこと結構あると思うんですけど、それ英語で言うとなんか全然意味が伝わらないっていうか、うん、粘土置いたらいいかなってどういうことみたいな、うんうん、粘土置いての方がよっぽど伝わりやすかったりするわけですけど、うんうん、その人に教える教わるときに言葉がどういう役割を果たすのかっていう、うん、そのどう伝えるのが一番その文化にとって効果的なのかっていうのが言語社会科の関心になります、うんうん、その文化っていうのはもうちょっと狭い場合もあるよね、あるコミュニティでとか、はい、ある職場でとかね、うん、そういうのもね、うんうんうん、よく私例に出すのはラーメン二郎行った時の注文の仕方みたいなそれ、はい、素人さん行くとなかなか注文できなかった、うん、まあ今ちょっと昔と違って券売機がある昔はもっとね言語社会が必要だったんですけど、うん、確かにどうやってジロリアにならないジロリア初心者一人で行けないみたいなね、うんうん、